さあ、それではこの決勝ヒート2スターティンググリッドご紹介をしてまいりますが、あと1台ここでグリッドを離れてピットロードにマシンが戻ってきてしまいました。さあ、1台ここで緊急ピット作業ということになります。さあ、それではスターティンググリッドに整列をしているドライバーご紹介をしていきます。 KT マスターズファイナル2ポールポジションからのスタートはミスターファイナル2ゼッケンナンバー16番です。チーム近藤レーシング中川聡。さあ、どこまでこのポジションがキープされていくのでしょうか。そしてその横2番手からのスタートはゼッケンナンバー56番です。ウエストレーシングサービス米倉孝之。そして2列目3番手からのスタートがゼッケンナンバー53番チーム平野小原翔造。そして4番手スタートが今ピットに戻りましたが、急遽さあ修復も終えてグリッドに並んでいけるか今確認をしてグリッドに戻りました。4番手スタートです。ゼッケンナンバー58番ベローチェモータースポーツ鈴木久志。なんとかグリッドには間に合いました。5番手スタートにゼッケン3番です。チーム平野三田慎吾。そして6番手からがゼッケン19番原田カートクラブ宮崎智美。7番手ゼッケン1番が TACC 樋口レーシングチームの澤部浅尾。そして8番手からが足立義直。9番手の前田裕二、10番手金森正史、11番手小栗久直とグリッドを離れていこうとしますが、やはり鈴木応急処置ではダメだったか、エンジン火が入らずに再びグリッドからマシンをピットに戻していきます。さあ、慌ててグリッドに戻りましたがエンジン火が入りません。4番手スタート予定の鈴木ですがコースに間に合うのか。さあ、どうやら鈴木のエンジン火が入りました。さあ、これでまた鈴木も赤罰対象ということになりますので4番手のスタートポジションは失います。隊列の一番後ろにつかなければいけなくなります。タコツボを立ち上がって、さあ隊列が整えられていきますが、赤罰を受けた鈴木久志は最後尾に下がります。さあ、そしてその鈴木の後ろ宮崎ですが、宮崎は前に詰めることはできません。1台分開けなければいけない。フロントロー中川と米倉を先頭に誘導ライン。さあ、ヒート2 10周の戦いが間もなく始まっていく。今イエローラインを、あと後ろから足立が宮崎の後ろに激突。さあ、宮崎の首がガクンと天を仰ぎましたが、後ろから足立がスタートと勘違いしたでしょうか。宮崎の後ろに追突をしていきます。さあ、これでまだスタートですがディレイです。
シグナルは灯ったままブラックアウトされておりませんのでスタートはディレイ。バックストレートではその追突の原因となった足立に対して白黒が出されていきます。警告が出されました。さあその足立、警告を受けた足立ですが宮崎の後ろにつけていなければいけませんが真ん中あたりをバックストレートで走行、今はアウトに戻りましたか。さあ隊列誘導ラインに収まって中川米倉からのさあスタートです。今ブラックアウト、スタートが切られました。さあスタートが切られていく。ポール中川は頑張っている、中川は頑張っている、中川はなんとかなんとか5コーナーまではトップキープ。そして後ろから足立が早くも迫ってきておりますが中川聡ここまでキープです。さあ頑張っています。中川聡がポールポジショントップの位置を頑張りましたがタコツボ折り返し、ここで足立にかわされる。さあクロスライン、このオープニングラップ、さあ8番手スタートの足立が早くもこの1周でトップに立って帰ってきます。さらにその足立の後ろには澤部浅尾、そして小原正三、中川、その後ろに宮崎、三打慎吾と続いていくか。ヒート1に続いて2ヒート制覇を目論む足立義直が早くもオープニングラップでトップに立ち、後ろ2番手澤部を抑えていく。先ほどはなすすべなくヒート1足立の後ろで淡々と周回を重ねるだけとなった澤部ですが、さあこのヒート2は秘策を持っているのか。3番手争いは小原の後ろ宮崎、そして中川、最後尾スタートとなった鈴木久志が現在6番手でしょうか。中川の後ろまでもポジションが上がってきます。そしてその鈴木の後ろには前田、米倉といったあたりか。このヒート2はトップ争い、さあ足立の後ろ澤部がファーストテスト連発、先ほどやられた分このヒート2は何としてもゼガヒでも足立の前に出たい澤部。後ろ3番手とは2秒以上開いています。さあ足立のスリップに入った澤部、さあこのスリップから抜け出ていけるか。2コーナーに向けて並んでいくがもう一乗りない、もう一乗り届かない。3番手はもうすでに入れ替わって宮崎が3番手と、
ヒート1同様、足立、澤部、宮崎というトップ3、その後ろ4番手には小原、さらに5番手、こちらもポジションが変わりました、鈴木久志が5番手に上がっています。6番手で中川、7番手で前田、米倉、三田、そして金森、小栗と11台現在。これで5周目から間もなく6周目と入ろうという時間、依然トップ足立、後ろ澤部がぴったりと張り付くも、もう一伸び、なかなかもう一伸びが届かないというもどかしい展開。スリップは効いているはずではあるんですが、それでもなかなか足立の前に出ることができません。さあ、そして2コーナーから3コーナーにかけて1台マシンが止まっています。前田でしょうか、ゼッケン44番の前田が2コーナーから3コーナー、今ようやく動き出しました。帰ってこれば残り4周、ファーストストラップは後ろから懸命に仕掛けていこうという澤部麻生がマークはしていますが、さあその澤部の猛追を退けながら足立がしっかりとトップキープ、あの手この手と仕掛けてくる澤部に対してスルリスルリとかわしていく、言っているような感じの足立。さあ残り3周、ピットからの指示を確認しながら、うなずきながら足立がコントロールラインを通過しました。先ほどのラップ11コーナーで少し澤部がブレーキングミスでしょうか、ラインを外してしまいました。それによって足立との距離が広がりましたが、再びこのラップではその距離を埋めてこようとしています。今日は一日を通してなかなか足立の前に出ることができない澤部、まあ、本人も非常にフラストレーションがたまる一日になっていることは間違いありませんが、この後帰ってこれば残り2周、さあこの残り2周でなんとかストレス発散なるか澤部。一方の4番手争いも小原正三の後ろ鈴木久志が近づいた。さらに米倉、金森もコンマ2秒差で残り2周に入っています。10周のこのヒート2もいよいよ帰ってこれば残り2周、平成残り1周となります。この後足立が帰ってこればファイナルラップ、そして4番手争いも小原と鈴木あと1周ということになります。さあ澤部がファイナルラップ、足立を捉えることができるか、再び1コーナーから2コーナー、ここは並んではいけないか、仕掛けようにも仕掛けられないか、5コーナーなかなか足立との距離が詰まってきません。ここは足立も微妙なラインを使いながら澤部の頭を押さえていく。11コーナーアウトにマシンを振る澤部、さあラインをクロスさせていけるか、12立ち上がり、13コーナーからの最終セクションも
ここは並んでこれない、並べない、並べない。最終コーナー立ち上がって安達吉直が2ヒート制覇です。澤部麻生は100コンマ1秒届かず、2ヒート連続の2位表彰台ということになりました。KT マスターズ決勝ヒート2、見事トップチェッカーを迎えたのは安達吉直、2番手澤部麻生、そして3番手チェッカーは宮崎智美でしたが、宮崎に対してはスタートでの、審議が行われております。スタート前が空いてしまった、枠を埋めてしまったということでの審議が行われています。4番手で鈴木久志、5番手小原翔造、6番手中川聡、7番手の三田慎吾、8番手では米倉孝之、9番手の金村雅史、小栗久直、前田裕二とチェッカーを迎えていきます。